ちょっと早く着きすぎたかな。愛香さん元気かな。会うの3年ぶりだもんな。はい、どうも。兄貴、帰ってきてたんだ。な、びっくりして。オナニーでもしてたリアクションだな。しねえよ。ていうか何、どうして急に帰ってきた。ああ、ちょっとさ、紹介したい人いて。あ、ほら、入って。こんにちは。彼女の愛香。大学1年の時から付き合ってるから、そろそろ親に紹介しようかなと思って。はじめまして、ゆずるくんだよね。あ、はじめまして。目元とかすっごいシンジ君そっくりじゃない？似てないよ。似てるよ。似てないって。性格とかも全然違うし。ゆずるはさ、なんていうかこうマイペースっていうかさ、ちょっと抜けてるところがあるから。ほら、その点俺しっかりしてるだろ。そうかな。あれすんなよ。結構早かったな。だいぶ早く着きすぎちゃった。あ、まあ適当に座って。あ、ありがとう。あれ、ゆずるさ、うち来んの初めてだっけ。ああ、ここは初めてかな。あ、そっか、よく泊まりに来てたな。結婚前の家か。ああ、でもいいの、別に俺ビジネスホテル泊まるよ。うちのことは気にすんなって。ほら、愛香だってさ、久しぶりにゆずりに会えるって楽しみにしたし。そういえば愛香さんは。あれ、ちょっと呼んでくるわ。うん。愛香、ゆずる来てるよ。ごめん、ゆずるくんが寝る布団のシーツ選んでた。そんなの昨日のうちに選んどけって。あ、愛香さん、お久しぶりです。いや、本当に久しぶりだね。元気してた？あー、はい。スーツ似合ってるじゃん。え、あー、ありがとうございます。あ、飲み物持ってくるね。あ、ありがとうございます。愛香さん、あんなラフな格好なんだ。え？ああ、いや、別に。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。ゆずるくん、どのくらいうちにいられるの？うん、一応出張は3日間の予定です。もっといてほしいな。いい、そんなに迷惑かけられないですから。あれ、ゆずるくん久しぶりだから緊張してる？あのメイク薄い愛香さん、ちょっと新鮮で。ごめん、今日すっぴんなんだ。結婚して女子力だだ下がり。いえいえ、あの、すっぴんの愛香さんめちゃくちゃ綺麗です。嬉しい。ねえ、しんじさん、ゆずるくんに綺麗って言われちゃった。そう。まあ、ゆっくりしてってね。え、あ、ありがとうございます。ごちそうさまでした。愛香さん？あ、ゆずるくん。ありがとう、食器。ご飯、味薄かったかな？いえ、めちゃくちゃ美味しかったです。あ、それよりも、何かあったんですか？あ、ない、ない。なんで？あー、すいません。あの、なんとなく。ちょっとジロジロそんな観察しないでよ。いやいやいや、違います、ジロジロ見てないんです。本当に？
あ、はい、本当にありがとう、優しいね、ゆずるくん。いえ、別に優しくないですよ。この前も彼女とひどい別れ方したし。じゃあ今度はお姉さんが相談乗ってあげよう。え、あ、うっすあ、じゃあなんか手伝いますよ。あ、ほんと、はい、じゃあ拭いてほしいかも。仕事仕事は聞き飽きたから。うん、分かった。はーい、はあ、ゆずるくん帰ってたの？あ、すいません、ついさっき。しんじさん今日も残業だって。まあいつものことなんだけど、ちょっと感情的になっちゃった。ああ、いえ、兄貴そういう報告しない人だから。うん、ね、とりあえずご飯作るね。ああ、いえ大丈夫です。会社の人に飲みに誘われてごちそうになったんで。うん、じゃちょっと疲れてる？ああ、いえちょっと飲んだだけなんで、うん、全然。じゃあ私とお酒付き合ってくれない？え、愛香さんと？うん、はい、飲みましょうじゃあ準備するね。あ、はい。でもゆずるくん、なんかしんじさん毎日残業だし、週末ゴルフ行っちゃうし、どう思う？まあ、愛香さんのことも少しは考えてほしいですよね。うん、本当仕事人間なんだよな。やっぱ私のこと考えてほしいと思うよね。普通だよね。え、ああ、そうですね。さすがゆずるくん、分かってるじゃん。どうしたの？ん？ああ、いえ。あ、だから昨日寂しいって言ってたんですね。ねえ、寂しいなんて言ってないよ。あれ、俺の勘違いかな。なんかそんな風に見えたのか。まあでもしんじさんと最近距離できちゃって全然会話もないし、そろそろ子供も作りたいんだけどさ。なかなか。なんで子供を作らないんですか？子供作るところがもう全然エッチしてないもん。やだ、ぶっちゃけちゃった。あ、そうなんですか。うん、愛香さん美人で魅力的なのに。ゆずるくん私のことを美人って思ってくれてたの？嬉しい。だって実家で兄貴に紹介された時めっちゃ羨ましいって思いましたもん。うん、私って女として魅力あるかな？いや、めっちゃありますよ。こんなすっぴんでも？いや、むしろそっちの方が好きです。好きってだって、初めて会った時から僕すごい憧れてましたもん。ゆずるくん酔っ払いすぎだよ。お酒のせいにしないでください昨日はすいませんでした。私も酔ってたから。でも本当にしんじさんには内緒にしてね。そういえば
兄貴遅いですね。どうせ仕事でしょ。何時に帰るか聞いてみますね。何時に帰ってくれそう？え、残業？いや、愛華さん、ご飯作ってくれてるんだよ。え？分かって伝えておく。じゃあ。今日も残業だって。うん、いつものことだから。私の整理つかなくて。愛華さん、やめよ。これくらい。結局譲るとあんまり話せなかったな。兄さん、仕事で全然いなかっただけだろ。そうだな。でもさ、愛華の話し相手になってくれてありがとうな。うん、ああ、うん。そろそろ行かないと電車遅れるよ。ああ、そうだな。ゆずるは時間大丈夫？ああ、今出れば余裕だよ。ゆずるくん、ありがとう。またね。あ、また。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。ごめん、ちょっと忘れ物しちゃった。何やってんだよ、俺先行ってるぞ。ああ、ごめん。はーい。ゆずるくん、ちゃんとお別れしなきゃと思って戻ってきました。戻ってくるって分かってたらメイクして待ってたのに。素顔の愛華さんは世界一可愛いですよ。